はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで今日は商品レビュー会ということで、紹介するガジェットはこちらとなります。じゃんと、こちらのハイロピュアフリーっていう骨伝導のワイヤレスイヤホンです。で、こちらの商品現在日本のクラウドファンディングのサイトの幕開けにて応援購入を実施中ということで、これね、レビュー用にハイロさんからサンプルをご提供いただいていて、ここ数日ね、これ特に仕事中なんかに使っていたんですけれども、ということでこの商品の紹介と、あとまあ使用感等もね、伝えていければいいかなというふうに思います。はい、でね、今ねご覧いただいているのがこう幕開けのサイトなんですけれども、もうすでに目標金額をね大きく超えて、もう10倍以上のね応援購入っていうのが実施されているということで、特徴としてはね、このストーリーっていうところに書いてあるように、テレワークや家事なんかをしながらでも一日中ながら聞きができる、ワイヤレスイヤホンで、耳に押し込むタイプではなくて骨伝導タイプのイヤホンということもあって、つけ心地っていうのが良くて、で同時に激しい運動にも耐えるフィット感ということで、どれだけ動いても落ちないんでね。でなおかつ IP67 の高レベルの防塵防水っていうのを対応していて、マグネット式の高速充電で10分で 2時間の音楽再生が可能というモデルなんですね。で今現在この幕開けで応援購入すると定価の 22% オフの11,900円で購入することができるということですね。一般販売は15,200円ということなので、かなりお得に購入できるということです。で、実物はね、後でね、じっくり見ていこうと思うんですけれども、こんな感じでね、結構自由自在に動かすことができたりだとか、丸洗いっていうのがね、できるんですね。で、その他にもね、結構ね、いろいろとね、機能っていうのはついていて、特徴としてはね、この辺りにこうずらっとこう書かれているんですけれども、耳を塞がないっていうこともあって、快適かつ安全ね、外なんかで使っていても、車のクラクションだとか、環境音っていうのがしっかりと聞くことができると。でしかも、超軽量 28g のシリコン素材っていうことなんですね。で、この辺もね、ちょっと後で紹介しようと思うんですけれども、これ第一印象として肌触りがすごく良かったなっていうのが、僕の第一印象でした。はい。でさっきご覧いただいたように高レベルの防水防塵っていうのにも対応していて、安定した接続とマグネット式の高速充電、あとねデュアルデバイス接続っていうことで、スマートフォンと PC みたいな感じで2台に接続しておくことによって、簡単にこう切り替えすることができるっていう感じなんですね。なのでこう PC なんかで作業してるときっていうのは、そこから音っていうのは入るんだけれども、そんな時に例えばこうスマートフォンで電話がかかったりなんかすると、すぐに切り替えができるというふうな機能ですね。で、あと、音漏れ防止設計とかっていうことなんですけれども、今からね、この商品開封して、どういうものなのかっていうのを実際に見ていこうと思います。はい、ということで、これがハイロピュアフリーの箱なんですけれども、ワイヤレスボーンコンダクションヘッドフォンということですね。骨伝導タイプのということなんでしょう。でも箱も結構高級感があって、ここにレッドドットウィナー2022ということですね。なので、デザイン的にも結構いいって感じなんですね。じゃあ、見ていきます。で箱っていうのはね、こういう風な本みたいに開けるタイプで、ここに本体が入っています。これが本体で、あとここに付属品っていうのが入っていて、まず最初にこの充電用のケーブルですね。はい、これが入っています。で他に耳栓も入ってるんですよ。これね、僕ね最初ね、なんでこう耳栓があるのかなと思ったんですけれども、よくよく考えてみると、これ骨伝導タイプなんで、耳がね塞いでるか塞いでないかっていうのは、これを使う限りにおいては関係ないんですね。なのでこの骨伝導タイプの、ね、イヤホンを使うと、物理的にノイズっていうのを全部シャットアウトできるっていうね、これ結構面白いなというふうに思いました。ということでね、入っているものはすごくこうシンプルで、あと取扱説明書が入っているという感じで、入っているものはすごくこうシンプルです。ということでね、これが実際の本体ということなんですけれども、一番ね最初に思ったのがね、この質感っていうのがね結構いいんですよ。基本的にこう肌にねずっと触れているような、こんな感じで、結構だから、この耳の周りっていうのに、密着するタイプ のイヤホンなんですけれども、肌触りっていうのがすごく良くて、例えば汗とかかいたりしてもベタつかないような、そういったね素材になっていて、これやっぱりこう室内で長時間使ったりだとか、スポーツをねしている時なんかには結構このね質感っていうのは結構重要かなというふうに思いました。で、あとやっぱりね、これかなりね、ここがね自由に動くんですね。で、これね、やっぱりこの後ろにね
けるっていうこともあって、例えばこういう風な椅子とかにこう体をね当てた時なんかでも、この部分っていうのがまあ結構ねフレキシブルに動いてくれるんで、そんなにねなんかこう違和感っていうのが出ないんですよね。日常的にねこうずっとつけていてもそんなにこう邪魔にならない、そういったモデルかなという風に思いました。まあ、ただねここ数日ねこのねハイロピュアフリーを使っていて、いくつかねちょっと気になったポイントっていうのもあったんで、そちらの方を紹介すると、やっぱりね骨伝導イヤホンっていうところが僕は結構ね最初戸惑ったというか、こう耳がねくすぐったいというか、まあ、それこそなんかこう綿棒とかでね中をねこうサワサワされているような、最初はねなんかこうブルブルってこう自分がね震えるようなあのくすぐったさっていうのがあったんですけれども、ただそれっていうのは多分ね骨伝導イヤホンのあの最初のね多分難関なんですよ。で僕もね最初はねこれがまあ結構気になったもんなんですけれども、ただ実際はそれって本当慣れの問題で、あの数時間つけているとそのねくすぐったさっていうのはほとんど消えてね、あのこれはまあ慣れることができる部分かなというふうに思いました。ただやっぱりそれ以上に気になったのは音質と音漏れっていうところで、まあ、一応ねこれは音漏れ防止設計になっているっていう話なんですけれども、あのそれでもやっぱり通常のね耳に押し込むタイプのイヤホンと比べると音漏れはするんで、例えばこう電車の中とかでこれを使うっていう風になると、あのあんまりお勧めできないかなという風に思います。で、あの音漏れっていうのも結構まあ特徴的で、あのこうやってね近くにねいると結構ね大きな音で漏れるんですけれども、これがねほんとねこう数十センチぐらい離れればその音漏れっていうのもガーンとこう下がってくるっていう感じなんですね。まあ、なので結構こうなんだろう、こう密着した空間ね、まあ、電車の中だとか、あとまあ仕事場なんかでも隣の席とね人が近い時とかっていうのは注意が必要かなというふうに思う点と、であとこれもまあ骨伝導イヤホンの問題だとは思うんですけれども、音質っていうのはねあの決して良くはないです。あの音楽を聴くためのねあのリスニング用のデバイスではないかなというふうには思いました。はい、あの音楽とかをねちゃんと聴くんだったら普通のねやっぱ耳の押し込むタイプのイヤホンの方が音質はいいです。はい、ただしこれ特徴として音楽みたいに例えばこうボーカルがあって他の楽器があってみたいな、あのそういったものをね聞くのには向いていないんですけれども、あの人の声だとかね、まあ、それこそあの YouTube なんかをあの見ている分にはね、その人が話している声とかっていうのはかなりねクリアに聞こえるんで、音楽というよりもどちらかというと声を聞くのに向いているデバイスかなというふうな印象でした。であともう一点ね最後やっぱ気になったポイントっていうのは、これはねあのなんだろう、こうデメリットとメリットっていうのが一緒になっている部分だと思うんですけれども、まあ、これね丸洗いもできるようなあの防水性の高いデバイスということもあってね、あの充電用の端子っていうのがこうあくまでこうマグネットタイプのまあ専用のものになっているんですね。まあ、こんな感じで、まあ、なのでいわゆるこう USB-C なんかで充電をすることっていうのはできないんで、この付属のね充電ケーブルをなくしてしまったりだとか、あとまあ断線したりなんかすると、まあ、結構こう充電に積んでしまうかなっていう風な、この点は本当こうメリットデメリットっていうのが一緒になっているような形だとは思うんですけれども、まあ、注意が必要かなというふうに思いました。で実際ねこのねボタンとかっていうのもすごくこうシンプルで、ボタンはね3つしかないんですね。あのつけて左側の部分にここに1つのボタンが、ここがまあ多機能ボタンみたいな感じで、まあ、音楽の再生したりだとか停止したり通話の応答とかをするボタンっていうのがついていて、でここにボリュームのマイナスプラスっていうのがついているんですけれども、このプラスのボタンっていうのが音量だけではなくて電源ボタンも兼ねているっていうことなんで、こうやってねつけてから操作するっていうのがすごく楽なんですね。左側っていうのはこの耳のところにボタンがあって、右側っていうのはこのねあの耳の裏側のところにボタンがある感じなんで、この点ね操作とかっていうのもすごくこう簡単にできるモデルということです。はい、というわけでね今日はこのハイロピュアフリーっていうのをまあ簡単にご紹介したんですけれども、やっぱりこう印象としてはこれやっぱ日常的に使いたいイヤホンっていう風な感じで、あの音楽を聴いたりだとか映画を見たりするために使うあのイヤホンというよりも、まあ、一日中これをまあ装着していても苦にならない、そういったイヤホンなんで、まあ、仕事からスポーツからあと家事とか、まあ、そういったこうながら用のイヤホンとして、やっぱりね装着感っていうのがねすごくいいんで、まあ、長時間つけてでも耳がね痛くなることっていうのもないし、あとはまあ気づかない間にポロッと落ちてなくなってしまうっていう問題もねこれだともう絶対にないんで、まあ、そういった環境で使うには本当おすすめできるのではないかなというふうに思います。というわけでこの商品ね現在幕開けにて応援購入を実施中ですので、気になる方はね概要欄にリンク先貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、まあ、こんな感じでね日々のガジェット紹介等もしておりますので、もし気に入っていただけましたらいいねチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。